吉田さん流れ流れて麻雀屋のしかも赤字の店主でございますそんな私がですねまあ十年も経たずにまあ五年も経たずにですねその状況を打開してしかもそれを通り抜けてねもう隠居しているというねこんなことがあっていいんでしょうか、まあ、確かに吉田さんが言われる言葉にはハッとするところがありますよね、えー、確かに私は漢字が書き上ません暗記もできません なんか、全然、うーん、ね、暗算もできないし、文字も汚いです。でも、そんな私がなんで、講師としてお金を稼いでいて、あれこれできるあなたが、そこにいるんでしょうか。っていうね、ことなんでしょうね、きっとね。いや、ここはなかなか面白いですよね、その切り口は。うん。あの、 こんなことを言う人も最近いるんですよ。あの、小学校、中学校に行っていないと、ろくな大人にならないぞと。そんなやつらはあ、もう社会に出ても役に立たないぞ。バカになるばっかりだよ。っていうふうにね、言うんですよね。で、それを言われたある小学生の男の子が、小学校とか中学校に真面目に行って、 あなたたちみたいになるんだったら俺は本当に行きたくないよ。ね、なんか挑戦するような子供を叩いてね、それで立派な大人だって言うんだったら、そんな大人を作る小学校中学校に俺は行かねえよみたいなね。ですごいいいことを言うなと思ったんですよ。結局自分がやってきたことを正当化して自分がやってきたことを否定する人をね、例えば攻撃するような そんな人に対して向けた言葉だったんでしょうね、きっと。まあ、これはね、似たような言葉をね、あの、ユタボンっていう子が言ってたんですよね。自分が小学校に行かないことによって、多くの誹謗中傷が寄せられて、お前学校行かないとダメだよって時に、だって学校行ったら、あなたたちみたいに、俺を誹謗中傷するような人になるんでしょうと。ネットで匿名で叩くような人になるんでしょうだったら行かないよ。何学校で教わってんだよみたいなね。ほんとその通りだなと思いましたね。 で私もね、すごく思うんですよ。学校に行って、集団生活を学ぶとかね、なんとか言うけども、うん、集団生活を学んで、みんなで人を叩くような、弱い者いじめをするような人間を教えて、それで誰も責任を取らないような、うん、連帯責任は無責任みたいなことをやっていくんでしょうん、まあ。ないよね、と思いましたよね。やっぱ一人で生きて、一人でそのリスクを背負っていく。そこが原点になるべきだと。 思うんですよね。はい。まあ、いろいろと申し上げましたけども、私が言いたいのは、まあ、麻雀店でね、うだつの上がらない人間でも、一念発起して何かを始めると何者かになれるってことなんですよ。はい、私は、麻雀店の親父だった頃、人に何かを教えるってことはなかったですよね。うん。でも、ネットビジネスに転向して、もう、その最初の一日目から、 行使をしてましたよ私はマージャン屋の人間ですと自己紹介しなかったです。そっか塾の久保ですという自己紹介だけです。こんにちはそっか塾の久保です。それから10年近く口を開けばあっそっか塾の久保です。どこにも属していない私はそっか塾というものを作りそこにまあ言ってみれば属してるわけなんですけどもマージャン店をねやってきたことなんて多分私のそっか塾に入ってる人でも知ってる人はほとんどいないと思います。 もうそんなな時代になりましたよねその前はスーパーの社員です二十歳の頃はプロミュージシャンを目指すロックンロールバンドを率く言いました <laughs> 人にはいろんな切り口があるんですよねいやーでもね今みたいな暮らしに行き着くきに自分の人生のどこが役に立ったのかなときっとね全部あんまり関係ないんですよ なんかやろうと思った瞬間に自分が始まったんでしょうねきっとやろうと思った瞬間に自分が始まるいかがですかいってらっしゃい